1139年6月16日誕生。1141年わずか3歳で、兄、崇徳天皇が上位し、即位。父、鳥羽上皇が院政する。1150年元服、内乱、藤原頼長の幼女政子が皇后となる。同時に関白、藤原忠通の幼女、定子も中宮となる。1153年から病気がちになる。そして失明の危機に、この頃から彼の面会は、藤原忠通ら数人に限られていた。1155年、17歳で崩御。後に、彼の死は藤原頼長の呪詛ではないかと噂が流れた。それは誰？